エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はトラストの勝ち馬で勝率を上げるために優先したい行動5選となります。勝ち馬するときに公営として押さえておきたいポイントってたくさんあると思いますが、特に大事かなと思うものを紹介していきたいと思います。やるべきことが多すぎると優先度って変わりがちですからね。とにかく一つずつしっかり押さえておくのがいいかなと思います。ということで今回は勝ち馬で勝率アップにつなげるために優先したい行動を5つ次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。1つ目の優先したい行動は徹底した前衛潰しとなります。前衛潰しというと味方の前衛に任せがちなところですが、後衛が潰す方が効率がいい部分というのがあります。そもそも相手の前衛に関してですが、対面する味方の前衛はもちろん後衛潰しを狙ってポジションを取りに来ます。そのため味方が相手の前衛を逃してしまったり抜けられたりしてしまうとポジションを奪われる原因になるんですよね。ここで覚えておきたいのは、ポジションを奪いに来る確率が高いのは相手の前衛という点です。相手の後衛がいきなり前に入ってきて奪うということはそうそうありません。機動力の高い前衛が奪いに来ます。そのため抜けてきそうな前衛に対しては早めに処理をするということが重要となります。機動力が高いことが多いので倒すのに手間取る可能性も高くなります。対処するなら早めにしましょう。このことから中央付近にいる前衛などは抜けてくる可能性が非常に高くあります。先に一発攻撃を当てるようにしておきましょう。また侵入口が多いマップの場合はポイズンなどを使ってルートを一つ絞るように誘導するのもいいかと思います。とにかく前衛を潰して相手の攻撃の機会を減らすことが大事です。続いてはオブジェクト周りから離す作業です。勝率を上げるには敵のオブジェクトに関わらせる時間を減らすことがとても大事です。特に射程が長い武器の場合、エリアなどであれば塗りをしても勝つことはほぼほぼありません。ガチホコやアサリ、ヤグラでもただルール関与するだけだとデスするリスクが高くなるだけとなります。これは単にオブジェクト周りにいる敵が邪魔だから勝てないというわけですね。そこで重要になるのがオブジェクト周りから引き離す作業となるわけです。この引き離す作業というのは単純にキルを取ることと一時的に引かせるということが大事になります。まずやるべきこととしてはオブジェクト周りにいる一番邪魔な敵を排除することです。なめろう金属などであれば後衛のポジションですね。ここに後衛がいるだけで味方は前に出れないのでルール関与ができません。ですがそこさえ潰してしまえば味方が前に出るということができます。またスペシャルのメガホンやサブもこの引き離す上では有効です。キルを取るほど有効ではありませんが、一時的にその場から離すことができます。この時間を有効活用すれば相手の隙を一瞬ですが作ることが可能となります。これが攻撃の起点となればキルを取って押し込めるチャンスにもなるわけです。ルール関与の部分でいうと目の前で対応することが多いかと思いますが、キルを取って関わる人数を減らすのはとても大事です。ギリギリ逆転ができるなら塗りなどに徹していいと思いますが、試合を大きく動かすなら引き離すことを優先しましょう。続いては味方を死なせないということです。後衛の仕事としては優先したい行動の一つですね。後衛の一番の役目は前衛の周りにいる敵に対して圧を与えてうまくサポートをするということです。場合によっては代わりにキルを取って前に出やすくする必要があります。このキル具合によって前衛の動きが大きく変わるわけです。まず単純なのは生存時間が伸びて攻撃に転じれる時間が長くなるということです。これは後衛が前に出れるきっかけにもなります。続いては前衛がスペシャルを使える機会が増えます。前衛はどうやってもデスの回転が速いためスペの回数が減りがちです。そのデスゲインを減らすためにはカバーを早めに行って味方のデスをさせないということが重要となります。ただこのデスに関しては全員を守ること自体は難しいので、敵に囲まれそうだなとか攻め込む場所に敵がいた場合早めにカバーするようにしましょう。ここでうまくキルが取れてかつ味方が前に出れれば試合は有利に進めれます。
どうしてもメインで難しいという方はサブやスペをガンガン使ってあげましょう。これだけで相手の動きは制限できますので、前衛との協力も可能となってきます。続いては抑えの1キルを狙うということです。後衛の強みを生かすには抑え込みは非常に大事です。後衛の押し込みというのは敵の前衛だけでなく相手の後衛も動きが鈍くなる原因となります。その中で1キルをしっかり取り切るというのは敵にとって大きな負担となります。ただこの1キルを取るというのはなるべく後衛が最初に取りたいところでもありますね。その理由は味方の前衛の負担が大きくなるからです。基本的に打開するときっていうのは相手の後衛を抑えることはもちろん手前処理が優先されます。そのため前に出た味方は抑えのシーンでも複数人に囲まれる展開になります。ですがこの囲まれる人数を減らしてしまえば前衛の負担が楽になるというわけですね。なので抑えのときは率先して前に行きポジションを取った上で抑えの1キルを狙うようにしましょう。この抑えの1キルが成功すればカウントもそれなりに進みますし、時間稼ぎもできます。場合によっては味方もデスからの復帰がしやすくなりますので、大事な行動となります。最後にですが、押し込まれた時ほど冷静にとなります。先ほどまでは攻める話でしたが、守りも重要ということです。後衛を使っている時に一番問題になるのは、押し込まれたシーンでも守りきれるかという点ですね。押し込まれたシーンというのはカウントが進んでいることからとても焦りやすいシーンかなと思います。ここでデスがかさむとよりカウントを大きく進めさせるきっかけになります。そのためこの時というのは冷静にポジションからしっかりと防衛することが重要な行動となります。まず気をつけるべきことは、不用意に高台から降りないということです。高台から降りるということはそれだけ敵との距離が近くなります。デスするリスクが上がりますので我慢しましょう。それとスペシャルをしっかり貯めて使うということも大事です。キルは取れないかもですが、時間稼ぎにより前衛と協力して打開を成功させる確率が上がります。メガホンは特に射程が無限で相手にとっては非常に邪魔になりますので、しっかりと使っていきましょう。とにかくデスをせず最低限にカウントリードを抑えて逆転につなげるということが大事です。ここで逆転が難しくなるカウントまで進めさせないのが何よりも気をつけることとなります。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストのガチマで勝率を上げるために優先したい行動5選はいかがでしたでしょうか。今回紹介した5つはトラストを使っている上で何回もぶつかってくる課題になります。正直この5つを中心に徐々に質を上げるというのが勝率を上げる手段になってきますね。負ける時っていうのは自分のエイムという問題ももちろんありますが、この5つのどれかが足りないということも多くあります。まずはどのコードができていないかチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。